西武ライオンズは3番のホセ・フェルナンデスから7回の裏の攻撃開始です。なお中日は井上がレフトに行ってライトには攻守の秀則が入りました。初球フォークですかね。そうですね、フォークですね。まあとにかく6回のワンアウトまでパーフェクトでした。当然この西武が誇りますフェルナンデス、カブレラ、和田のこのクリーンアップトリオ、まだ出塁もありません。うーっと際どい今のも、まあスピードガン表示では牛島さん140キロなんですが、はい、まあブルペンの147よりもう生きたボールの143のがいいんだと川上言ってますからね、はい、まあ、そうでしょうね。見た目はね、そんなにこう速そうじゃないのにスピード出てるよりも、はい、スピード表示出てないけどものすごく速そうの方がいいですよね。そういうことですね、はい、場内埋める有料入場者3万1526人という西武ドーム、本当にドラマは始まっています。ストライク、いやー思わず栗橋さん、フェルナンデスが、まあバッターからしたら遠く見えるんですがね、ストライクですね。これもうベースの本当ギリギリかすめてるってボールじゃないでしょうか。これは谷繁のミットも動いてないですもんね、思わず苦笑いのホセ・フェルナンデス。やっぱり松下さんね、はい、できるだけバッター寄りで前で離した140キロ速く見えますよね、で、まあ、センター寄りというか自分の手元で速く離すボールはこう飛んでる時間がって言いますか、はい、距離っていうかね、そういうのがこう長くなるといくら速くても速く見えないんですよね、まあ、40フィートのこのね、はい、バッテリー間の中ではほんのちょっとの差でしょうけどね、あっとこれは外側に外れました。 2-3 まだ今日フォアボールはありません。いい中ですよね、あんな気持ちね、ボール半分でしょうね、はい、先ほどのボールと比べてみたら。ショットマウンドで悔しそうなポーズを取った謙信。 2-3 スイングアウト、西武の誇るまず3番のフェルナンデスに 2-3 からストレートの勝負。これでフェルナンデスは3打席連続三振。今のでも木村さん、はい、甘いとこ行ってたらホームランも、いや今甘いですよボールは、ね、はい、ボールは甘いんですが、もうこの川上の気合に飲まれたかっていう、そんな振り方ですよ。いやなんか本当に打つなら打ってみろという、ね、そういう感じですね。そんな感じですね、はい、もうその気持ちにバッターが負けたって感じで、そういう僕は今の空振りに見えましたね、はい、こうやってね向かってこられるとバッターってのは辛いですよ。ただどうでしょう、同じような攻めをこのカブレラにできるかどうか、いやそういうことでしょうね、逃げてくれるピッチャーって楽なんですよ、捕まえるのはね、はい、まあある意味ではフェルナンデスもいいバッターですが桁が違うというのはこのカブレラ。1998年ベイスターズのマスクをかぶっていた当時の谷繁は西武打線のあのマルちゃん、マルティネスを抑えることに全勢力を、まあ、費やしたと言っていました。ただあのマルティネスとはカブレラは桁が違いますと、こんなスイングをするバッターはもちろんセントラルリーグにはいないと言ってました。本当にいませんね、これだけ大きい体をこれだけね使う人ってあんまりいないですよ。で顔がブレたりしないんですね、あれだけスイングしてね。そうなんですよ、ボールカウントワンストライクワンボール、差は2点です。まずカブラの一発で流れを変えたい西武。まあ、一方、牛島さん、はい、谷繁としては絶対一発を打たれない、はい、こういう、ね、配球をするでしょうけどね。そうですね、まあまあ、でもランナーいませんからね、まだね、はい、ホームラン当たるとまだ1点が取るという部分では攻めやすいのは間違いないですよね。いっと甘いボールが来ましたがここはバットを出さなかった。いや
皆さん野球って不思議です ね、タイミング合わなかったらバットが出ないんですね。出ないんです、今のがね手が離れた瞬間にすっぽ抜けてるんですよね。あ、 そうか。その分だけもうバッターとしてはふっとも目が上上がってますね、アウトロー。これはカブレラも文句をつけることはできません。ツーアウト。今日の川上はすごいですね、はい、この川上のピッチングというのは、この日本シリーズの歴史に残るピッチングですね。素晴らしいボールですよ。あ、もうお手上げという目の動き、ね、あの野球ってやっぱりピッチャーが有利だなっていうのはこういうのは見るとつくづく感じますね、はい、どうしようもないですよバッター、今のは。落合監督が中日ドラゴンズの監督に就任した時にですね、はい、このまま日本シリーズを延長してお送りいたします、このまま野球放送を延長してお送りします。落合監督がとにかくこれだけの投手陣を持っているんだから、はい、野球っていうのはピッチャーが攻めるもんなんですと言いました、はい、その通りのピッチングですよね。ですね、素晴らしいの一言だったです。まさに攻めのピッチングの川上憲伸。さあ西武の誇るフェルナンデスカブレラ和田、3差三振になるかどうか。ワンボール。いやー、外側カットです。ボール2。この和田ベンちゃんもいよいよお父さんになる日が近づいてまいりました。もう予定日ではそろそろというところなんですが、その生まれてくる子供のためにも日本一の称号が欲しい和田です。あーっと甘いボールでしたがファウル。藤山さん、はい、和田の気合もなかなかのもんですね。そうですね、まあ、それと本当にあれですね、あの甘い球がね、この3人の中で1球ずつあるんですね。あ、1球ずつ、はい、でもそれ以外が甘くないんで、まさかっていうようなところが打てないんでしょうね。今日はライトフライ、ショートゴロ。とにかく体を目いっぱい使ってのフルスイング、これが和田のバッティングです。左中間に打球は伸びる。ちょっとこの足が速すぎてツーベースはどうかな。セーフだ。素晴らしい和田のバッティング。ヒットの勝手はドラゴンズを上回りました。4本目。やっぱフォークですね。フォークですか。このイニング初めてフォーク投げたんで ね、はい、そうですね。あとの先ほどのあの気迫のフルスイングにちょっとストレートが谷繁も要求できなかったんですかね。そうでしょうね。そこでちょっとタイミングをずらすために投げたんですが、はい、あまり今のは抜けてなかったですね。そうですね、まあ、当然牛島さん疲れはあるでしょうね、テニシーの中でもね。中日ドラゴンズは三塁側ブルペンは岡本と高橋ですか、始めてますね。ツーアウトランナー二塁。さあ昨日から指名打者の平尾、この平尾を昨日今日ずっと使っている伊藤監督、アウトローストライク。ちょうど100球の峠がやってまいりました。今日の平尾はピッチャーゴロと三振。セカンドランナーは和田、その和田を迎え入れることができるかどうか。皆さん、まあ、西武としては指名打者は得意中の得意のはずなんですが、はい、この西武ドームに来て第3戦第4戦で
1本しかヒットが出てないんですね。そうなんですね。指名打者で、まあ、シーズン中にね、指名打者制度に慣れてるはずなんですが、はい、ちょっとこれが機能してないっていうのが現状ですね。はい、北川の貝塚がこの本当にポストシーズンに入って不振です。したがって昨日今日この右でも左でも器用に打ち分ける平尾を使っております。伊藤監督、ワンエンドワン、ハーフスイング捉えますか。ツーストライクワンボール。ちょっと今日の平尾では石島さん、タイミングがもう一つ合ってないかなという感じですけどね。そうですね、一番最初の打席ですかね、一つ大きなファウルはあったんですけどね、はいはい、この埼玉の大宮東高校の出身です。高校時代には68本のホームランを打ったというスラッガーでした。これは止まった。ほとんどインサイドに来ませんね。いや、そうなんですよね、インサイド来ないんですけど、来ないんですけど、平尾の頭の中にはインサイド来たらっていう思いあるんでしょうね。平尾脇さん、インサイド待ってますか。いやこれね、インサイド待ってるとか、もうとにかく甘い球待ってるような雰囲気なんですね。だから外の先ほどバット出かかりましたね、あのボールは意識はあると思うんですがね。ちょっとバット長く持ち替えましたね。ちょっと甘いコース、ショートの左に投げた。オダイナどうする。あ、止まったレフトから井上の今返球が返ってきました。井上ももともとは高校時代はピッチャー、井上もなかなかの強肩です。したがって三塁ベースコーチ清水止めました。皆さん、今のストップはどうですか。いやもう仕方ないでしょうね。今のはちょっとタイミング的に僕は無理だと思いますね、はい。落合監督が自ら出てきますね。森コーチですね、失礼しました。森ピッチングコーチが出てきました。森コーチが出るときには内島さん、あんまり交代はないんですよね。そうですね、基本的には、はい、あまりないですね、はい、監督が出たときの方が交代多いですね、はい。落合監督は間を取るためにもよくこのマウンドに行ったり、あるいはちょっと出てきて昨日もチャンズージャのフォームを、ね、審判に行ったり、はい、そういうアピールがありますが、落合監督はね、木村さん、はい、木村さんと一緒にやってる頃のカープに田中さんというヘッドコーチの方がいらっしゃる、はいはい、あの人の出てくるタイミングが絶妙なんだよと俺は守っててもバッターボックスに立ってもあの人が出てきて流れが変わったってケースがものすごいあったんだなと、それを見習いたいみたいなこと言ってました。あ、そうですか、本当にいいタイミングでね、田中さんマウンドに来られましたからね。田中さんも大体ひょうひょうとした、はい、こうマスクでね、今の落合監督出てくるみたいなタイミングでねあまり感情を表に出さないでね。そうそう、ねえ、さあこのタイミングは森ピッチングコーチがマウンドに行きました。高城ヘッドコーチとともに今年の落合中日を支えたコーチの一人、その森ピッチングコーチがマウンドのエースの川上憲伸にアドバイスを残し、試合は再開されます。さあ西武の若西、中島登場で7回の裏、もし一発出ると逆転。セットに入った川上、あー詰まった、しかし深いところ、井端は二塁に。